ちは、石狩振興局ニュースです。本日は石狩振興局建設指導課の業務内容を紹介します。建設指導課では建設業や建築に関すること、景観など街づくりに関することなどを所管しています。管轄エリアは石狩管内8市町村で、道内最大の人口を有する札幌市をはじめ大都市が集中する地域であることから、建設業許可などの申請やお問い合わせ件数が多い状況にあります。ちなみにこちらが建設指導課の執務室です。混んでいるときはこちらでお待ちください。今回は建設指導課が取り扱う業務の中から、皆さんが普段何気なく使っている住宅やコンビニ、スーパーなどの建物を安全安心に使うための建物のルールについてお伝えします。それでは担当の三村さんから説明してもらいます。こんにちは。社会では皆さんが安全安心な生活が送れるように、さまざまなルールが守られていますが、建物も同様です。そんな建物に関するルールである建築基準法についてご紹介します。皆さんが普段使っている建物は建築基準法に基づいて建てられています。この法律を守ることで、例えば雪の重みで建物が潰れないように、火災が起きた時他の建物に燃え広がらないようにするなど、建物を安全安心に使うことができます。建物を建てる際の申請や建物が完成した際の検査等を通じて、それらが正しく守られているかチェックするのが私たちの仕事です。今回は建築基準法の中から構造や防災、火災に絞ってなぜルールが設けられているかをお話ししたいと思います。まず生命を守るためには、建物が崩れないように構造・防災のルールがあります。日本では大地震や台風など自然災害による被害が後を絶ちません。そのため建築基準法の建物の構造については、災害により発生した被害を繰り返さないよう、その都度ルールが更新され、被害を防ぐ建物を奨励しています。そうすることで新しい建物は古い建物に比べ被害が少なくなります。これは大災害のたびに被害状況を専門家が調査し、今後の対策を検討し、その結果が反映されるように建築基準法が改正されているからです。そのため現在のルールに適合していない古い建物や老朽化が著しい建物は、改修等により安全性を保っていくことが大切です。また建物に破損している箇所がないかなど、建物は日頃から点検して危険な状態ではないかどうかを把握しておくことも大切です。地震、台風といった災害のほかに火災にも注意が必要です。例えば日頃から点検していない建物などで火災が起きてしまうと、建物は次々と燃え広がり火の海と化してしまいます。そうなれば避難すること、救助すること、消火することも難しくなります。そのため燃え広がらないように、建物の外壁や屋根は燃えにくい材料で作るように定められています。また特に奥まった土地に建物を建てるときや大型の建物を建てるときは、消防車が通れるように通路を設けるなど、消火活動に関する対策も必要となります。自然災害や火災のときに人が助かるためには、その場から避難をしなければなりません。建物から避難するためには、どこに逃げればいいのかを誘導する照明、煙に巻き込まれないための対策など、安全に避難や対応ができるよう建築基準法で必要なルールが定められています。安全安心な街づくりを実現するには、建物のルールが重要な役割を果たしていることがよく分かりました。今回は構造や防災、火災についてピックアップして紹介しましたが、建築基準法には他にも大事なルールがたくさん定められていますので、ぜひ石狩振興局建設指導課のホームページをご覧ください。ご用件の際は直接こちらにお越しください。よろしくお願いします。以上、石狩振興局ニュースでした。